サウンステーツをご覧の皆様、Good evening、ミシェルです。アジアを中心に活躍する実力派アーティストをご紹介するサウンステーツ。さて、今晩は10月6日に行われたサウンステーツ 4th Anniversary Live をお届けします。ボーカルは Asian Hits in Jazz でもおなじみのヤミーさん、古澤武さん、中島由紀乃さんの3人。バンドマスター&ピアノ、永田ジョージさん。ベース、折原良二さん。そしてパーカッション、千堂沙織さんと才能あふれる超豪華メンバーです。それではお送りしましょう。Smile, Dream and Music, Soundstates。
ありがとうございます。スピーディーなアルゼンチンの曲ミロンガグリスをお届けしました。ああちょっとね一瞬結構息大大なんでね、あの僕の代わりに、博士太郎さんのツアーで、あのなんか面白い出し物をやってきたというね、仙道さんにちょこっとあのマイクを渡したいなと思うんですけど、なんかねあの博士太郎さんのコンサート、彼がアナ の, あの曲を作ってるから、なんかその関係であの彼女がなんていうんですかね、あの飛行機の中の CA さんとして喋るみたいなコーナーがあるらしいんでね、なんかそれちょっと聞いてみたいと思いませんか ね, ね, ね、あのアニメ声の CA は僕聞いたことないんで、どんな感じかね。ちょっとけどまずアニメ声から説明させていただくと博士さんの325曲ある中の The Best 10っていうのをやってるんですね、コンサートの間にね。でその10位から1位まである中に5位に、まあ、まあ5位だったり6位だったりするんだけど、 ANA のね機内でかかってるトーナートーナーナーナー、あの曲を流れるわけ。その時に私が、まあ、アシスタントとしてずっと太郎さんと一緒におしゃべりをしてるわけです。こんな声じゃないけどね。なるほど。それでその時に CA さんの帽子かぶってライフジャケットを着て出ていくわけですよ。ちょっと笑われてね、でそれでとある、まあ、文章をしゃべるわけですけれども、まあそんな感じのをちょっとあのニュアンスを一緒にしながら次のにつなげられたらいいなと思って、つなげる、じゃあその、普通の声も、あこっちの声が普通だけどちょっとじゃあやってみようかなと思うので、温かい拍手をよろしくお願いします。あ、それ飛行機本日は数ある航空会社の中からグラプスエアラインをご利用いただき誠にありがとうございます。それではどうぞごゆっくりと快適な音楽の旅をお楽しみください。ツツツツ業務連絡、業務連絡古澤武様、古澤武様、いらっしゃいましたらステージまでお越しください。なんでセカンドは古澤くんのオリジナルを3曲からのですね、はい、はい、ここからは古澤武史のですねオリジナルソングをお楽しみいただきたいと思います。ガラッと雰囲気が変わると思いますけれども、一生懸命歌わせていただきますのでよろしくお願いします。世界に一つの挫けない心を あなたがくれた、出会った夜には途切れそうになってた。小さな一歩が Baby 今揺るぎないほど
らない、した世界、この声に乗せる全てをもう一度あなたへ、ここにあなたがいなければ輝く虹にさえ消えない、この目に映った全てがあなたにもらった色、この曲はカラーという曲でして、本当にあなたがいなければ、今僕が見てる空の色も違ったんだろうなということで、この人生に何も無駄はないんだよっていうことを、自分自身にこう言い聞かせながら大切に歌ってる曲でもあります。じゃあ次の曲はですね、はい、次の曲は皆さんちょっと一緒に手拍子しながら、名前を呼ぶよ、わけもなく涙こぼれる、悔しいよ胸が痛むのさ、あの頃みたいに笑えない、君は友達だから恥ずかしいことなど一つもないよ、隠してきた弱さも全部わかっていてほしい、 Dear my friend 泣きたいくらいに毎日は優しくないのさ、行き場を失った時は君の言葉借りて生きるよ、Dear my friend 名前を呼ぶよ、君が旅立った日みたいに悔しいよ追いつけないだろう、どんなに速く走っても、君は友達だから、君が笑えば、そ
それでいいのさ。破れかけの約束もきっと明日への導き。燃やしてるから楽じゃないさ。いつの日か会いに行くだろう。聞こえてるかい、聞こえているかい。 Hear my friendバンドの皆さんにもう一度拍手を。なんやさっき2人は僕のことを黄土色だとかなんとか言ってましたよね、はい、いい意味でいい意味で、うん、いい意味で黄土色なんだよ。そうですか、僕は黄土色でございます。黄土色たけし、輝く黄土色なんか持ってきてあげたらよかったね。ほんと近くで見ると滴るような、すごいよね、いや僕ね、いいんですよ、もう これがスタイルなんで。その方が安心する。拭いても無駄なんですよね。あ、そっか、一回出始めるとね、そうです、はい。で、まあ僕からしたらまあね、太陽のような闇と、おお、水のせせらぎのような声を持った中島由紀乃と、僕は黄土色のような土です、僕はでも一番ね、一番大元、土がなければ何にもできてない。そうそうそう、もうそういう思いで、アースだね、ここ。そうアース、そうアース、そのそう、私はアースはいもう広がらないですからはい、すいません、こんな話するんじゃなくて、もう次の曲は本当そんな黄土色っぽさが一番出てるんじゃないかっていう曲が来ちゃったもんで、そのね、また黄土色って話を蒸し返しちゃったんですけど、次の曲はですね、僕の、10年前に亡くなったおじいちゃんのですね、姿を描いた曲なんですが、まあしんみりした曲というよりは、おじいちゃんがね、非常にかっこいい昭和の九州男児でして、まあ今ね、年を重ねてくると、ああいう生き方ができたら俺はいいなと思うわけですよ。そこでこれはもうちょっとおじいちゃんの姿を歌に残しておかねばと思ったところで、この曲を変えていただ、書かせていただきましてですね、2人にどうしてもこの女性コーラスがサビに欲しいというのは最初から思っていまして、今日やっと実現するという形でですね、二人に歌っていただくことになりましたが、スーパーマンみたいだったおじいちゃん、名付けてグランパマンという曲をですね、聴いていただきたいと思います。
ちなグランパ外を眺め、満足げな背中、硬い手のひらを軽く握り、過ぎた日に何を見るだろう。幼い頃は一人ぼっちで、馬を引き暮らした。悲しい戦争も越えたけど、死の子の語りもしない。時代劇と魚釣りと、この手で築いた家と、 Oh darling, he just the superman who's on my life。 追いつけない背中、今日も釣り竿を担いで川へと下る。俺にとって最高な伴侶だが、言うことは聞けよ。お前に感謝を伝えるのは旅立つその後でいい。残せるものは多くないが、無駄にしてくれるなよ。 Oh darlingHe just the superman rules all my life。 不器用な superman。 最後の未練を抱いて川へと下る。笑っていた無口なまま笑っていた、Baby He's just a superman who's on my life。 追いつけない背中、今日も竿を担いで川へと下る。 Oh darling, he's just a superman who's on my life。 無口な superman、 今もこの ありがとうございます。たけちゃん。
中島由紀乃&ヤミー。たけちゃんとはあの本当にあのサウンドステイツがご縁で知り合ったんですけども、紹介していただいたんですけど、あのどんな歌ってんのかなと思って YouTube を結構私検索したんだよ。あら、そうですか。本当にめっちゃかっこよかったんですよ。わあ、いい顔してんなと思って、それで私あの、はい、サウンドステージさんで、クリスマスの時にヤミークリスマスショーっていうのをね、ユーストリームで配信させてもらったんですよ、でその時東京のスタジオでやったんですけど、あ、私今京都に住んでます。京都から来て、で東京でさせてもらったんですけど、その時に友達を呼ぼうってなって、友達のミュージシャンで雪乃ちゃんとたけちゃん、その時は初めてのセッションだったんですよね。初めてのセッションでしたね。イングリッシュマンニューヨーク一緒に歌いましたよね。そう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 、スティングの曲でね。そう、YouTube で一番初めに上がってきたのがイングリッシュマンニューヨークで、たけちゃんが歌ってる、はい、この人本当に外人なんじゃないかっていうぐらいうまかったの。なことはないと思うんですけど、そこまでもうね、でもだからそんなたけちゃんと、あ、誘われてる、ね、もうそろそろやろうかなっていうね、はい、そんなたけちゃんとじゃあ、一曲カバーって、はい、またアジアンヒッツインジャズから、はい、今リーダーが呼んでるんで、リーダーです、巻きで、はい、行きましょうかね。
それではここで私のオリジナルをお届けしていきたいと思います。あー嬉しい、ありがとうございます。もうドキドキそわそわ、だんだん地に足ついてきた感じ、終わりかけにね。はい、最後はじゃあ私のオリジナルを届けていきたいと思います。このメンバーなのでジャージーな感じがやりたいなと思ったので、ジャージーな一曲をお届けしたいと思います。ペダルこいで風を受けて FM からはファンキーサウンド、誰と行こうか I am dreaming。 鉢植えの花、野良猫たち、緑のバス横目涼しく行こう、隣町までランデブー。天気予報なんて当てにならない、いつだって風まかせ。冷たい氷、冷えたグラスで冷え
りちゃん。Thank you.
頃よりも上手に生きて転ぶこと忘れてた。諦めにも似た未来、君の声が彼方に届くように、私はそれだけを祈ってる。世界が赤月に照らされ2曲ランデブーとメッセージ続けてお届けしました。ではここで、愉快な仲間たち、私のね妹といとこに戻ってきてもらいましょうか。あ、うん、はい、じゃあ古澤武史、中島由紀乃you only
on, right on time. Why don't you get there, hurry? Right on time, are you ready? Go ready now, that is time. So you can be anyone, right on time. Why don't you get there, hurry?的にね、なんかやりたいなと思うし、ねえ、ちょっとリーダー、リーダーというか ね、もうこの6人もうリーダー楽しくてしょうがないんで、楽しかった。あの今日もう一回最初からやりたいと思います。うん、あ、もう一回やろうか。無理無理、それは無理なんですけど、リハーサル含めたら3回みたいな。あ、もうね、あの手がいかれてしまうしね、沙織さんももう腱鞘炎になっちゃうんでね、今日あと残り1曲になってしまいますけど、はいはい、なんか本当この、サウンドステイツフォースアニバーサリー、うん、そのねサウンドステイツというネットで聴ける音楽番組、あの全部動画もね映ってるんですけど、はい、それの4周年記念で、あの、ね、震災を機にそれが立ち上がったんですけど、こういう形でいろんなミュージシャンをね、集めてくれた、橋本さん、どっかにいますか？いる、いる
どこにいる？あ、橋本さん、社長です。社長、本当どうもありがとうございます、ね、社長ありがとうございます。ね、もう屋内だけどサングラス型のメガネっていうねトレードマークですけど本当に彼らのおかげと、あと今日皆さん来てくださったおかげで、はい、今日のこのすごく楽しい、僕らも楽しい、皆さんも楽しんでいただけるライブが実現できたことを本当に嬉しく思います、はい、なんで寂しいですけど最後の曲いっちゃいますかね。はい、うん、最後の曲を、お届けしていきたいと思います。今日は皆さん本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。月の葉送ってください。
てない波がちゃんと止まりますように、君と好きな人が100年続きますように。ありがとうございました。オンパーカッション仙道沙織、うん、イエイ、オンベース織原良次、イエイ、そしてバンマスオンピアノ永田ジョージ、イエイ、ボーカル古澤武史、中島由紀乃、ありがとうございました。ヤミヤミヤミー、ありがとうございました。ありがとうございました。アンコールどうもありがとうございます。ありがとうございます。アンコール大好き。じゃあこの、素敵なメンバーで、まあ、一応限りだけどまたやりたいなっていう思いも込めて、最後に、いつもサウンドステーツのこのライブでは、はい、いつもって2回だけか、いやでもツアー中もなので、うん、いつも最後に歌ってきた、曲をお届けして終わりにしたいと思います。今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。花は花は花は咲く。
くいつか生まれる君に花は花は花は咲く私は何を残しただろう Soundstage 4th Anniversary Live いかがでしたか？さて、Soundstage からお知らせです。 Asian Hits in Jazz を抽選で5名様にプレゼントいたします。もちろん中島由紀乃さん、ヤミーさん、古澤武さんのサイン入りです。お申し込みは Soundstage の Facebook にメッセージをください。
締め切りは12月22日。発表は郵送をもってさせていただきます。皆さん、どしどしご応募くださいね。Here's good news from Soundstates. As you know, our latest CD, Asian Hits in Jazz, was released last October. We will hold a draw to send to 5 of our listeners our CDs for free. The CDs will be specially autographed by the singers Yami Takeshi Furusawa, Yukino Nakajima. To apply, please send a message to our Facebook page. The deadline will be on December 22nd. The prize will be sent directly to the winners without prior notification. Please come and visit our Facebook page and send us your messages. We'll be looking forward in hearing from you. 惜しくも抽選に漏れてしまった方は各アーティストのウェブやライブ会場で、または Soundstates の Facebook、ここでしか TV のホームページからご購入いただけます。それではこの曲を聴きながらお別れしましょう。Soundstates のテーマソング、Come to Me です。Smile, Dream and Music, Soundstates。楽しい時間でした。
あのそれはね、この両脇のあの綺麗どころお二人あののみならずですね、今日本当にこれバンドの方々と今日一夜限りのセッションというのができたというのが、もう生のライブというのはやっぱりいいなというのを実感できた、はい、そんな一日になりました。はい、はい、ありがとう。はい、以上です。じゃあゆきのちゃん、はい、本当あったかいお客さんと一緒に、こうしてステージ6人で、ライブができたこと、すごくとても幸せでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そう、私言ってないかった ね、 はい、本当にね、昨日会ってそして今日という短い時間だったんですけど、なんかこう音楽を一緒にすると急に近くなる感じっていうのがやっぱ毎回あるし、すごくそれも感じました。本当にあったかいお客さんで、もう嬉しかったです。どうもありがとうございました。よじゃあです、初めて出演させていただきましたけども、最高でした。おただそれだけでございます。おいはらようじ、みんなに出会えてすごく嬉しかった。音楽って素晴らしいよね。はい、おっていうね、そういう声芸も披露してくださった仙道沙織さんですけど、本当今日はこの初めてのね、組み合わせのバンド3人と初めてのご一緒させてもらうっていうこの企画、本当に僕らもやりがいがあったし、あとなんかそのカバーも素敵だったけど、うん、オリジナルがね、それぞれのキャラがすごい立ってて、あの土臭かったり、なんかもうすごいザ・J-POP だったりね、少しソウルフルだったり、みんなカラーが出たり、本当に僕らもめっちゃ楽しかったです。本当ありがとうございます。ありがとうございました。このライブの模様はまた配信されるということで、そして台湾で、なんか聞くところによると台湾の皆さんで楽しみにしていてくれる人もたくさんいらっしゃるみたいなので、台湾行きたいね。行きたいね。行きたい、行きたい、台湾に行きたい。湾行きたい、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 湾合わない、行きたい、湾うまい、湾うまい、湾持ってますね。行きたい、湾。じゃあこんな感じですかね。はい、じゃあ皆さん今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい演技が上手くて笑っちゃった。